を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。レディゴー。キラキラキラリ光る夢のかけら探そう。願いを叶えてゆくコツは勇気。Yes。熱いトゥインクルハート。何も聞かないけどすぐわかるよ。君がしょげてるとめちゃめちゃ寂しい。そんな時青空を見て元気の魔法をもらって未来信じよう。メチメチマジカル勇気こそジュエル。みんなハートに持ってる宝石。メチメチマジです。素晴らしいリアル。呼んでみよう笑顔パワー。確かにキラキラキラリ光るイケてる恋探そう。奇跡を起こすためのコツは本気。 Yes。 やっぱトゥインクルハート。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。三尾さん、よくおいでくださいましたね。これで心置きなくパリに行けます。サルウィーダンス。ウキ。いい加減にしてよ。恥ずかしいじゃない。あ、おはようございます。リンコさんをお迎えに。あらやだ、私たちったら。ああ、会社遅刻だ。行ってくるね。行ってらっしゃい。昨日テレビで見た映画そっくりだったよね。うちのお父さんとお母さんたらすぐ映画に影響されちゃうのよ。ほんとバカップルだよ。やだ、そんなに褒めないで。褒めてない、褒めてない。でも仲がよろしくていいですわね。いただきます。行ってらっしゃい。気をつけてね。さっきのなんかまだいい方なんだよ。先月の夫婦の日なんか。夫婦の日？毎月22日は語呂合わせで夫婦の日なの。映画館に夫婦で行くと入場料が半額になるんだよ。へえ、22日で夫婦か。それでさ、先月の夫婦の日は人気映画を二人で見て帰ってきたら。三尾はん、お行きなはれ。パパパ。お達者で。三尾はん、かっこええわ。はいはい、わかったから夕ご飯にして。相当なりきってるのね。そこまで行くと映画より面白いかも。言えてる言えてる。笑い事じゃないよ。毎回それを見せられるこっちの身にもなってよ。なるほど、映画好きか。はい、いつも私たちを痛い目に合わせやがる小娘にダメージを与えるには、あの映画好きなラブラブの両親の仲を引き裂くのがいいと思うんですが。ジュエルパワーが夫婦円満ならエメラルドね。エメラルド？相当高そうっすね。一気に貧乏から脱出できちゃうかも。ちょうど明日は映画館が半額デーです。あのバカ夫婦必ず映画を見に行くと思うんで。そう、わかったわ。それじゃあ留守番頼んだよ。パパさん、ママさん、今日は何の映画見に行くの？うつれも。うつれも知らないの？宇都宮の中心でレモン牛乳を飲む。今年一番の恋愛映画よ。じゃあね。いってらっしゃい。
帰りは絶対レモン牛乳買ってくるよね。来ましたぜ。今日こそ抜かるんじゃないよ。セジ、ダイアナ様をお連れしな。了解っす。絶対レモン牛乳を飲ませてやるから。ありがとう、サク。アキ。アキ。アキ。宇都宮、行くんだろ？助けてください！ダークダーク、ダイヤモンドアイズパワー！いけないの？何言ってるんだ。君が見たいって言うから見に来たんだろう。なんで宇都宮の中心でレモン牛乳を飲まなきゃいけないのよ。僕に食ってかかるなよ。ほんとわがままなやつだな。なんですって、信じられない。私帰ります。勝手にしろ。なんで何しろ言われてないのよ。どうかお前なんか納豆食ってろ。何よ。いい加減にしろ。くそ、全然出ないじゃないか。じゃんじゃんバリバリパチンコ屋の中心でラッキーを下げちゃうっす。よし、このままゴールだ。まだまだ。ただいま。おかえり。おかえり、ママさん。映画どうだった？もう最低。え？あー、レモン牛乳は買ってこなかったの？なんでレモン牛乳飲まなきゃいけないの？もううんざり。お母さん、みなみたちとショッピング行ってくるね。ねえ、この服みなみに似合うんじゃない？そうかな。やっほー。わー、綺麗。ほんとかわいい。どうしよう。たまにはこちらの女の子らしい服もよろしいんじゃないですの？いやー、そっちはさすがに。あなたのセンスって最低。ん？だったらショッピングなんかに付き合わせるなよ。何何、始まっちゃったの。僕を殴ったね。パパにもぶたれたことないのに。あんたがくだらない映画なんか見せたからいけないのよ。もう絶好よ。今日はなんか変な日だよね。ほんと、さっきから喧嘩してるご夫婦とかカップルをよく見ますわ。ただいま。君のおかげで小遣いがすっからかになっちゃったじゃないか。私のせいにしないで。パチンコなんかするあなたがいけないのよ。お父さん、お母さん、もうあなたって最低。それはこっちのセリフだ。あの、ただいま。二人ともどうしたの？お連れもどうだった？バリバリの恋愛映画だったんでしょ。いつもだったらさ、二人で映画の名場面の再現とかしてるのに。そうそう、助けてください、三つおさん。映画なんて関係ないわ。あら、パチンコですっからかになっちゃうようなダメな三つおさんに愛想を尽かしたところよ。元はといえば、君が映画館の前で文句を言い出したからこんなことになっちゃったんだろう。なんですって？ちょっと待った。ここは娘の私に免じて。リンコごめん、今日は無理。え？ほっときなさい。お母さんがあんなに頑固とは思わなかったよ。おかしいな、
今まで一度も夫婦喧嘩なんてしたことなかったのに、どうしちゃったんだろう。おーって言われても。あれ、おい、なんで僕のハンバーグだけ小さいんだ。器の小さい男にはそれくらいで十分なんじゃないの。何？なんだこりゃ。お父さん、私のと交換していいよ。誰かさんと違ってリンコは優しいな。きっと僕にだね。ほら、リンコはお母さんによね。あはは、やだな、二人とも。ああ、不愉快だ。ごちそうさま。あ、ふう。よし、ここは抑えてくれよ。日本海側にある低気圧は明日の何するんだよ。この時間はいつもケン君の天気予報を見てるの。ケン君ってなんだ。今人気のイケメン。明日は日本全国晴れるでしょう。この男のどこがイケメンなんだ。あなたの仏頂面よりずっと爽やかだけど。なんすんだよ。やめてよ。君がいけないんだ。あなたがいけないんでしょ。はあ、リンコ大丈夫？あ、ルビー、二人ともどうしちゃったんだろう。これ以上喧嘩なんか見たくないよ。はあ、中に入ったみたい。ダーク魔法はバッチリかかってるけど、なかなかジュエルチャームが現れないね。でも小娘は相当落ち込んでるみたいっすね。気長に待つしかないか。でもおかしいですわ、映画から帰ってきてからなんて。そういえば、え、ほら、昨日お店で。あんたがくだらない映画なんか見せたからいけないのよ。ひょっとしたら映画館かそこでやってる映画と関係してるかも。調べてみる必要がありますわね。休館？実は映画を見たご夫婦やカップルのお客さんが喧嘩を始めるっていう噂があって、上映中止を決めたんだよ。そんなに機嫌が悪くなる感じの映画なんですか？ハッピーエンドじゃないけど、見終わった後温かい気持ちになれる恋愛映画と思うんだけど。涼子さんとめぐみさんもこの映画館でうつれもを見たそうですけど、とっても感動したって言ってましたわ。その後だって別に喧嘩してないしね。はあ、うちなんて今朝も喧嘩だよ。コーヒーが濃いとか、食事中に新聞読むなんて最低とか。元気出して、リンコちゃん。そうよ、リンコがしっかりしなくちゃ。うん、そうだよね。リンコ、これからどうするの？よし、なんとか二人を仲直りさせよう。どうやって？それは、もう、考えてないの？まずは、お二人から喧嘩の原因を別々に聞き出したらいいと思いますわ。あ、それそれ、原因がわかればなんとかなるよ。おい、本当は仲直りしたいんだけど、いざ仲直りしようとするとなぜかムカムカしてしまうのよね。仲直りする気持ちはあるんですね。ええ。そりゃ何度も仲直りしようと思ったんだけど、顔見るとなんかムカついてくるんだよね。二人とも仲直りはしたがってるんだ。あとは何かきっかけを作ればいいんじゃない？きっかけね。お二人の共通の趣味とかは？
映画はダメだし。あ、庭のお手入れ。ガーデニング？うん、いいかも。だったら私にいいアイディアがありますわ。これお父さんからプレゼント。花言葉は仲直り。まあ素敵なカモミール。え、お母さんが？花言葉は仲直りだって。そうなの。そうか。三尾さん、素敵な鉢植えをありがとう。僕が悪かったよ。仲直りしようと思ってた。何この枯れた花。君こそ仲直りしたいなんて大嘘じゃないか。それはこっちのセリフよ。ふん、勝手なこと。どっちが。あなたとはもう一緒にいたくないわ。実家に帰らせてもらいます。あ、勝手にしなさい。お母さん。なんで仲直りすると思ったのに。急に喧嘩が始まってしまいましたわ。なんか全然わかんない。どうしたらいいの。リンコさん、ごめんなさい。私がカモミールなんて言ったばっかりに。ひどいよ、ママさん。マリオパパさんってば。リンコちゃんがかわいそう。みんな、そんなに泣かないで。そうだよ。お父さんたち、一度も喧嘩したことないと思ってたけど、一度だけ今日みたいに大喧嘩したことがあった。え？小さい頃であんまり覚えてないんだけど、あれは確か誕生日。どうしておもちゃのピアノなの？本物のピアノをプレゼントするんじゃなかったの？だから言っただろ、佐藤が急にお金が必要になって。いくら佐藤さんが親友だって私に一言も言わないなんてひどいわ。急だったからしょうがなかったんだよ。リンコがかわいそうよ。私実家に帰らせてもらいます。ママ。まあそんなことが。で、どうやって仲直りしたの？どうしたんだっけ。思い出せ、リンコ。リンコさん、頑張って。そうだ。リンコちゃん。リンコ。パパ、ママ、喧嘩しないで。私、このピアノ大好き。セクシー&ゴージャス、カイトーミント。どう、その左腕にしてぷよこはナンバーワンガール青じそーと、その右足にして究極のキモカワメーン政治貧乏暇なし金なし犯罪歴なし、カイトーハーブだただいま参上。レモン牛乳は飲んだかい。これってあのうつれもの映画に出てきたレモン牛乳、本当にあったんだ。初めて拝見しましたわ。嘘。あら、おっと遅れてるね。
私たちなんて毎日飲んでるわよ。まあ、美味しいの？そりゃもちろん。飲ませて飲ませて。私も。おい。私たちはお仕事でしょ。そうでした。プリプリプルリンプリリズム。良きことは美しきかな。エメラルドです。いつの間に。しまった。マヌケ。誰がマヌケだって。冗談ですってば。あんたが一番冗談みたいなのよ。おりゃおりゃおりゃ。なんだあれ。さあ、エメラルド君、久しぶり。いいさ。みんな元気だった？なんだこのトロいやつは。エメラルド君はとってものんびり屋なの。ねえ、早速だけど、うちのパパさんとママさんをジュエルパワーで仲直りさせて。うん、いいよ。プルプルプリズムジュエリズム、エメラルドジュエルフラッシュ。あら、なんでコート着てるのかしら。そうだ、映画見てどうしたんだっけ。そう、どうしたのかしら。喧嘩なんかして。だよね。ねえ三尾さん、うちにエメラルド君も置いてあげて。さゆりがそんなに気に入ったんならいいんじゃないかな。嬉しい、ありがとう。ちんわ、みんなが見てるんですけど。あらやだ、私ったら恥ずかしい。仲良きことは美しきかな。空のブローチ数えながら歩こうよ。悩みも夢とかもみんな分け合いながら。ありがとう、めっちゃ照れるから、仲間がそばにいるから、今元気なのに。めげてた気分少し消えたよっていうか不思議。楽しさ分け合うと増えてく、広がってゆく。こちらに送ってね。選ばれたみんなには豪華商品が盛りだくさん。素敵なデザインはルビーが着てアニメに登場するよ。みんなのご応募待ってます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。